えー、ま、さと、えー、農家と農編集でお送りしています。えー、一分間委託。ええー、今日も、僕団インクラネさんのおー動画拝聴からとなります。えー、昨日ですね、えー、このバイデン大統領がこの、お 長距離この使用を解除したということでニュースがこの限定クルクス限定とかいろいろ情報戦がありますけどまたこの20日にはこの急に対するウクライナに対する攻撃があるかというこの中でまあ今回また速報でこのウクライナ軍がつい,ついにストームシャドウを使用クルクスにあるプーチン宮殿内の,のロシア軍司令室を空爆タクムスに続くウクライナのこの この奇襲攻撃ですね、えいろいろとこのバイデンの,この大統領の,この、えー、長距離の使用制限から、えー、このタッチにこのウクライナはこの、えーえー、特にブリジ,ジャンスクの,この弾薬庫、そしてこの、まあ、ドローンでもこのお、えー、先に7キロ離れた GRAU13 の兵器庫もしてますね。そして今回 えー、このイギリスのストームシャドーですね12発と言われてますけど、えー、このまあロシア国内ではそういうお保養するこの習慣があってこの人間ドックですかな、ね、そ,そういうことでこのプーチンのこのロ、えー、シアの大統領府が管理しているこのプーチン宮殿まあいろいろ全国にあるみたいですけどこの完全に核シェルターそしてこのいろいろとこの式場があって、えー、隣のその 式場ですね北朝鮮のその将軍とか、ね、兵器またこの将兵がこのをということでまだまだ詳しくしてませんけどまた今日の動画でまたロシアがこの一段上げてこの 核の洞窟をしてますけど核、えー、搭載ができるようなこの中距離弾道かなこの、えー、完全にこの軍縮核軍縮ではロシアはこの外れて開発しているということで、えー、前回は失敗してますかねこれは悪魔までサ,サ,サ,サタンだけ今回このボグダンさんでも、うん、どうかなと言ってましたけどまだ。 人ではないですけど、ロシアも一段ギアを上げてきてますね。完全なこの、えーえー、ロシア vs、えー、ウクライナ戦争となっていきますね。絶対にこのおトランプ大統領が無理やりテーブルにつかして、そしてこのウクライナが飲めないようなこのお条件、えー、ロシアにとっては本当に、えー、今で、えー、もう最後の挙げでこの。 もう取るだけ取ってで、一休みっていう感じで、一休み着いたらまた迫り取るの、もう完全に、えー、見え見えですね、そういう長い歴史から見ると、この、えー、ブダペスト合意から今回の全面戦争ですね、えー、この2014年のこのクリミアの一方的併合、そして部分、ドンバスの部分戦争、今回の全面戦争、もう目に見えてますね、えー、ソ連崩壊時の完全な、えー、ウクライナの主権の回復、ウクライナにシャラム、ウクライナに,、えー、クイナにエクアレー、ウクライナに平和ですね、えー、引き続き続この僕 僕さん、ウクライナさん、頑張ってください。ウク,ウクライナを応援する、うん、マスタートのチャンネルです。えー、引き続き、YouTube チャンネル登録、ま、たコメント、いいねボタンとよろしくお願いします。また、成長を学びたいというお友達に募集していますのでよろしくお願いします。えー、無邪気になりましたけど、次回の1分間にお会い,いしましょう。マスタートでした、シュエゲネス、パーソンプレジュー、シャロム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 、